勝ってという形になりました今日のゲームです。九州アスティーダが今日のゲームを勝っています。それでは VTR で振り返りましょう。第一マッチのダブルス、枝広工藤組京都、それから九州アスティーダ井出沢田口組、ここは枝広工藤組が勝利を収めるという、まあ、見事なコンビネーションでした。そうですね、ラリーになると京都ペアが非常に有利で、3球目の速い攻撃、レシーブからの速い攻撃は九州ペアが非常に有利な展開が続いたんですけど、はい、第2ゲームですね、タイムアウト、うん、九州ペアが取ってからはこう逆転してですね、はい、第2ゲームを九州ペア取ってどっち勝つか分かんないかなという風な感じはしたんですけど、最後ですね、京都ペアのこう作戦もありつつ、はいはいはい、田口選手にサービス出させないようにっていう風なこう周りですね、ダブルスの周りで、はい、こ うまく最後勝ちましたよ ね、 そうですよね。でやっぱり最後まで積極的に京都ペアは行けたところが非常に良かったところかなっていうふうには思いますね。はい、第3ゲームは結局九州アスティーダの2人は1ポイントも上げることできるという形で、工藤のサービス2本取って、井出沢のサービス、全部取って、最後枝広のサービスで決めるという形になっていました。ゲームカウント2対1で第1マッチは京都かぐやライズの2人が取って、続いて第2マッチは枝広対野村ですが、ここは野村でした。そうですね、前回対戦しているの対戦した時は枝広選手が勝ってたので、今日もどうかなという風な感じで見ていて、はい、第1ゲーム終わった段階では枝広選手有利かなという風に思ったんですけど、そこからの野村選手のこう気持ちの入り方、はい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 、絶対負けないぞという感じはすごくこう変わったところでしたよね。そうですよね。でやっぱりバック対バックで最初枝広選手の方が有利に立ってたんですけど、野村選手こうミスの少ないバック対バックからの積極的な攻めですよね、はい、バックもフォアも非常にこう積極的に最後までその積極性を貫いていったところがこう勝ちにつながったのかなというふうに思いますね。はい、本当に第2ゲームから見違えるようなというか、まあ、野村のパターンといいますか、本当に見事な積極性が出てきまして、そうですね、枝広選手もバックでちょっと変化をつけたりだとかっていうのはあったんですけど、やっぱり最後ちょっとこうツッツキが多くなってしまったりとかっていうところで、本当1点2点の差なんですけど、そういうところはちょっと響いたかなっていうふうに思いますね。ラリーもすごく続いて、早いラリーが面白かったですね。面白かったですね、はい、最後はご覧のようにかなり長いデュースになったんですけれども、ポイント14対12というところで野村が取って、第5ゲームは取って、ゲームカウント3対2で野村が勝利を収めたという第2マッチ、これでマッチカウント1対1。そしてハーフタイム明けて第3マッチが出雲対栗山、ここは出雲が3対1でまとりました。はいはい、チームとして1対1で回ってくる第3マッチというのは非常にこう緊張するところだと思うんですけど、はい、出雲選手こう自分のリズムで常にやっていったところが素晴らしかったですね。そうですね。でお互いにこう長いサービスを中心とした戦いが多くなったんですけど、その中でやっぱり出雲選手のこうサービスの引き出しの多さ、レシーブの引き出しの多さというところで出雲選手の方が少し上回ったのかなというふうに思いますね。はい、で栗山選手は少し、まあ、レシーブで迷いがあったりですとか、もう最初から最後までこう長いサービスにちょっとこだわっていたので、そこで少し戦術を変えれていると、まあ、良かったのかなというふうには思いますね。はい、でも出雲選手のこの試合のうまさ、試合運びのうまさというのはこう見えましたね。うん、本当にその辺は表情は変えずにというところもあるんですけども、本当に試合運びが、まあ、昨日はちょっと、ね、安藤に乗せられている感はあったんですが、今日は逆に相手の動きもしっかり見ながら自分のペースにしていくという形でしたもんね。そうですね、これはうまかったですね。はい、出雲がゲームカウント3対1で第3マッチは取って、第4マッチ鳴本対井出沢は今度は井出沢 3-0。この試合もどちらが勝つのかなというふうに試合前分からなかったんですけど、はい、始まってみると井出沢選手が結構
常にこうラリーもレシーブサーブ3球目も結構有利に立ってたのかなっていう風に感じましたね。そうですね。どちらかというと成本選手の方がこうボールを持ち上げるような形になってしまって、うん、入澤選手が先に仕掛けるような形が多かったので、そういうところで最後結構点数は競ってるんですけど、うん、第1ゲーム第2ゲームと、うん、それで取れなかったのが成本選手としてはちょっと響きましたよね。で第3ゲームは最後までこう何か打開策が見当たらないかったのかなっていう風な感じはしますね。そうですね、はい、そしてもう井出さんの、まあ、パターンにはまっていくという、はい、井出沢選手がもう最後こう結構乗ってきてたの で、ね、何しても結構入るような形だったので、もう井出沢選手のパターンなんですけども、そうですね、はい、なかなかこう打開策見つけれないですね。そうですね、結局第3ゲームは11対4で井出沢が取って、マッチカウントゲームカウント3対0というストレート勝ちで井出沢勝ってビクトリーマッチまで進みました。ゲームカウント、マッチカウント2対2、成本対田口、ここは田口ということになりました。そうですね、この試合もお互いのサービスが上手い選手同士なので、サービスの取り合いになるだろうなと思っていたら、やっぱり前半サービスの取り合いで、そこからの田口選手のレシーブからの得点がちょっとこう後半にも響いていって、やっぱり前半、はい、うまく田口選手リードできたので、そうですね、はい、そこから後半につながってきましたよね。で最後成本選手ちょっとプレーが少しだけ消極的になったところがあるんですよね。このプレーとか素晴らしかったですけど、ここはね、そうですよね、はい、ここ行って、まあ、8点まで行けたんですが、うん、やっぱり最後田口選手我慢のプレーで最後ラリー得点取れましたね、うん、そうですね、このラリーも最後は結局田口が取りまして、ビクトリーマッチ11対8で田口が取りまして、マッチカウント3対2で、九州アスティーダが京都かぐやライズを下すと。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。それではバイバイ。